コスドルフの戦いは、7年戦争中の1760年2月20日、ザクセン戦帝高領のコスドルフにおいて、プロイセン軍とオーストリア軍の間で正規した戦闘。戦闘の地図コスドルフの戦い、1761年作。1760年2月20日、エルンスト・ハインリヒホン・ジェットリッツ率いるプロイセン軍は、 ミュールベルク近くのコスドルフで野営していたところ、フィリップ・レバン・ホンベック率いるオーストリア軍に襲われた。前哨地の守備軍は蹴散らされたが、ブルクスドルフにいる前衛が前進していた、オーストリア軍に気づいて抵抗した。戦闘の騒音で、コスドルフにいるジェットリッツイカプロイ戦軍本隊が、オーストリア軍の接近に気づいたが、ジェットリッツは不幸にも戦闘中に落馬して捕虜になった。 指揮を引き継いだレバン・アウグスト・フォンディングルシュテットは、ブルンベルクにいるクルト・フリードリヒ本フランスの騎兵を呼び寄せ、増援が来るまで耐えたことで、オーストリア軍を撃退した。プロイセン軍は侵勝したが、指揮官のチェットリッツが捕虜にされ、彼の荷物から、プロイセン王フリードリヒに世ぎの秘密命令が書かれた、プロイセン国王の将軍への軍事協力という本が見つかり、 翌年にオーストリアで出版された。ありがとうございます。